改革派教会。改革派教会。改革は、教会。ドイツ語リフォーミルテ・キルヘイエゴ。リフォームド・チャーチスは、キリスト教、プロテスタント教派のうち、フルドリヒス・ビングリオ指導者として、スイスの有利ヒに始まり、ジュネーブのフランス人、ジャン・カルバンを中心とした世代に体系付けられた、スイス宗教改革の進学と、それに基づく段階的な会議性を特徴とした、教会組織を、 自覚的に、しかし時には、批判的に受け継ぐ教派の総称であり、かつ、括弧教会の故障である。カルバン主義の教会政治と協理を採用する、教会として、カルバン派という通り名が用いられる子があるが、現在の進学と組織の多様性を考えて、総称としては、一般的に、改革派教会という用語が用いられることが多い。一教派として、改革派教会という場合と区別し、 以下に述べる、神学的な意味を強調して、改革教会という日本語を用いることもある。すなわち、改革、派教会とは元来、神の言葉によって改革された、官僚型としてのレフォーム、リフォーミルテ教会という意味であり、後の理解によれば、同時に、神のことによって、常に改革される教会エケレジアラフォアマタゼンパー、リーフォーマンナであるという意味である。後者の自覚は、 伝統を受け継ぎながらも時にかなって更新される公的な信仰告白の歴史的世界的な多様性の事実に現れている。これが一冊のアウグスブルク信仰告白を共通して持つルター派教やその他の諸教会との区別であると説明されることもある。16世紀ドイツ・ビッテンベルクにおけるマルティン・ルターの宗教改革と同時期にスイスで最初に 教会改革運動に着手した都市は、フルドリヒ・ツビングリの指導したチューリヒであった。結局、ルターとツビングリは、生産式に関して、進学的な一致点を見出せなかったが、それが、タイローマの同じ福音主義に立ちながらも分かたれたルター派と、改革派との後の区別につながることになる。宗教改革第二世代の進学者たち、特に、ジュネーブの指導者、ジャン・カルバンは、 新興告白の一致を目指して尽力したが、晩年には、ルターの一派との不一致を決定的なものと自覚するに至っていしかし、一方でカルバンは、ツビングリ戦士後の後継者、ハインリッヒブリンガートの進学、新興告白上の一致に成功し、そこで、ジュネーブとチューリッヒが歩み寄ることとなった。これが、限定された意味では、スイスの改革派協会の起こりであるとも言える。 また、ジュネーブやチューリヒをはじめとした改革派諸都市が、それまで以上に亡命者や留学生の集まる国際的な中継地点となっていく経緯。例えば、カルバンもそういった亡命者の一人であったにも関係があるが、改革派協会には、もともと亡命者の協会という特徴があった。例えば、すでにカルバンの時代にジュネーブの協会が、 イタリアのピエモンテダニで迫害に耐えていたワルドー派の人々と公的に結びついていたことは象徴的なことである。北アメリカ地帯も亡命者が多く、最終的に寄り集った地帯である。その後フランスのユグノー、イギリスのピューリタン、オランダのゴイセンなど、ルーツごとに様々な名称で呼ばれた宗教的亡命者は、広い地域に届けられた改革者たちの手紙同様、 西欧を中心として、しかし欧州にとどまらず、広い範囲にカルバンたちの進学を持ち運ぶことになった。イングランドからそのような人々が新大陸に渡った時、新天地で最初に出版された書物が、ジュネーブ周変化だったことは。なお、狭い意味で、スイスを中心とした大陸の改革協会を改革派と呼ぶとすれば、ジュネーブアカデミーで学んだジョン・ノックスが元を築いた、 スコットランド国教会の系統は、長老派呼ばれる。後者は、段階的な会議制を、かつて言われてきたように発明はしなかったかもしれないが、長老制として発展させたために、大陸の改革派と区別されることがあるのである。他の諸国と同様に、日本にもプロテスタント教会の宣教師たちが足を踏み入れた19世紀末、その中心を担ったアメリカ人には、 改革協会の系統を組む者たちがいた。例えば、日本最初のプロテスタント協会、日本キリスト公会、横浜公会、現日本キリスト教会、横浜海岸協会の設立時の指導者は、オランダ系米国改革派協会の宣教師、ジェームス・バラである。改革派の教理は、複数の信仰告白において表明されている。主な信仰告白は、 多くの教派によって採用されている。なお歴史的経緯によって、地域教会ごとに異なる信仰告白が使われている。年代順。改革派信広告白集、かずみ出版社2011による信仰告白一覧より、教会の運営、活動方針を決める会議は大きく分けて3つある。各教会で行われる、紹介、 一定地域内の教会代表が集まって話し合う、中会、そして全国の教会代表が集まる、最も大規模な大会。改革派教会の教会政治は中会を重視するため、中会主義とも呼ばれる。イングランド国教会、ルター派教会、メソジスト教会の監督制と対比すると、改革派教会は二つの特徴を持っている。改革派の信仰を受け入れる、 バプテスト教会、改革派バプテスト教会は、霊典と教会政治をバプテストの立場から修正している。聖書に規定されていない方法で、神を礼拝することは認められない。偶像崇拝は禁じられており、死者に対する祈りはしてはならない。改革派教会では、幼児洗礼を認めているが、洗礼による神聖を退りける。その後、本人が成長し、 自覚的な信仰告白を行うことも大切である。成人が洗礼を受ける場合、聖書などの基本的な勉強を一定期間、牧師に教わる。その後、サモン会で何名かの牧師や教会員が本人の適性を審査する。サモン会の後、礼拝などで公に信仰告白を行い、牧師から洗礼を受ける。生産式は月に一度というように定期的に行われる。 聖餐は、洗礼を受け信仰告白したものだけが受けられる。教派の違うクリスチャンであっても、改革派教会では聖餐を受けることができる。連合王国における、改革派運動の指導者であったのは、マーティン・ロイド・ジョンズである。彼は、神のご計画の全体と呼ばれる死との真理、教理を示し、ピューリタン、ジョージ・ホーイット・フィールド、ジョナサン・エドワーズ、 チャールズ・スポルジョーンが福音派に紹介されるようになった。カトリック教会によって組織的には壊滅させられたが、1844年に至って法的に認められた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。